お父さん、長い間私を慈しみ育ててくださってありがとう。私はお父さんの導きによってこんなに元気に成長しました。お父さんと過ごした少女時代を振り返れば、いろんなことが思い出されます。習い事に通ったのもいい思い出になりました。良い経験をさせてくれて感謝してます。アルバイトに精を出したこともいい思い出です。私くらい熱心に同じ仕事をやった女の子はいないでしょう。最後ともあれ、私も大人になりました。自分で言うのも変だけど、私は結構強い女の子になれたと思ってます。だからお嬢様、本当に旅に出るのですか？国王陛下はあなたを将軍と。将軍、王様のお心遣いには感謝します。でもお嬢様は分かりません。ただ世界は果てしなく広く、血のつながりはなくともあなた。何でしょう。何年後でもいい。冒険の旅を終えた。分かりました、将軍。必ず帰ってきます。お嬢様、私こんな素晴らしい冒険ができたのもお父さん。勇者よ、あなたの父親ぶり。あなたの娘は稀に見る素晴らしい。さて、こんな素晴らしい職に就けたとはすごかったわ。その後、彼女は素晴らしい働きをしたようですね。それにしても無事婚礼を迎えられて、私も嬉しく思い、母性本能豊かゆえ、きっと素晴らしい母となるでしょう。さて勇者よ、あなたの父親ぶりは立派でした。あなたは子育てでもまた英雄でしたよ。